どうも、大学生の田島です。自分前までね、動画でちょいちょいこうダラダラ本音で喋るみたいな動画撮ってたんですけど、最近全然なんか自分でも何やってるのかわかんないみたいな動画しか上げてなくて、たまにはね、こうもうふざけなし、ただただ普通に喋るっていう動画をね撮ろっかなって思ってね。で、まあちょうどね夜飯の時間だったから、夜飯食べながら話します。一回夜飯見てもらおうかな。これが辛いスープで、これが人参しりしり、初めて作りました。で、これがね、冷ややっこなんだけど、なんかちょっと卑猥な、わかる？この筋みたいな醤油が。とりあえずね、いただきます。この辛いスープうまそうなんだよな。うん、うまっ。で、今日ね、ちょっと何について話すかっていうと、まあ、借金についてはね、ちょっともう自分じゃどうしていいか分かんないから相談乗ってほしいんですよ。もう本当に盛らずに、嘘つかずに、ちゃんと自分の今ある借金もう全部話して、あと自分の置かれてる状況とかね、収益とかそういうのも話して、で、どうしたらいいかっていうのをちょっとみんなに教えてもらいたい。で、まずね、どこに何円借りてて総額いくらなのかっていうのを説明すると、まずメルペイだね。メルペイが25万円で、リボ方式で月々7000円払ってんだけど、払い終わるのが2026年。で、次に額が多いのが学生ローン。これは今年の夏に借りて20万円もう全部使っちゃって、それはね月々4000払いだけど、それもリボだね。だから月々4000で10万ぽっきり返せば終わるってわけじゃなくて、まあだいぶ膨れるかなっていう。で、最後ね、10万円分レイクで借りてるのが、大学2年から借りてて、月々4000円ね、ずっと返してるんだけど、だからちょいちょいね、返して借りてってやってるから、まだ全然10万円のまま。1円も元金は減ってない。だからレイクとかやばいんじゃないかな。だって、イメージだけど、2ヶ月分返して4000円借りれて、それ借りるとまた10万に戻ってるみたいな。だから4000は消えんだよ、必ず。だからまあ累計で55万か、正しく言うと本当に55万でプラスリボだから、まあいくらかわかんないみたいな。ただまあ誇るわけじゃないけど、なぜ友達とかには昔はねちょっと借りちゃったりとか、借りて一緒にパチンコ行ったりとかしちゃったけど、今はもう本当に借りてない。だからまあそれが全部だね。次にね、まあ YouTube の収益について話すと、先月がマジで2万5千円ぐらい。ついにね、こうメルペイ使いすぎて上限いっちゃったから、先送りができなくなって、先月5万円ぐらい払わなきゃいけないってなったから、先月でもう貯金もゼロだしね。全部破綻しちゃって、で、登録者も今、まあ、ちょっとまた増えてきたけど、先月とか、トータル、1ヶ月トータルで減ったから、どうしよう、みたいな。途中までね、こう、ワンチャンいけんじゃねみたいな。多分みんなも分かってくれると思うけど、ワンチャン食っていけるようになるんじゃねみたいなとこで、もう、その手前で終わっ、こう、平行線上になっちゃったから。だから今もう引くに引けないし、かといって借金も返せない。あとこの家が、今、奨学金を借りて、そのお金で払ってるね。奨学金マックスで借りてて、家賃と生活費みたいになってて、だから大学卒業したら、まあそれが丸々まずなくなるでしょ。で、さらにその奨学金がこう、毒が裏返るじゃないけどさ、払う側になるじゃん、もらってた側から。だから、まあ月7000、4000、4000で、今ある借金の利息分返すだけでも月々1万5000円でしょ。で、奨学金が月2万ぐらいか、3万5000円ぐらいでしょ。で、仮に一人暮らしするとしたら、まあ、家賃5万に抑えたとして8万5千円で、光熱費とか入れて10万で、食費とか入れて13万とか、で、携帯代とか入れたら、まあ、15万ぐらいはデフォで月消えるっていう計算だから、で、今のままだと収益2万円でしょ。で、たまにさ、本当は就活してるんだろうとか、就職先決まってるんだろうとか言われるけど、本当にしてない。だから、まずどうしたら、その就活の第一歩が始められるのか。なんかよくエントリーシートがとか、ガクチカがとか言うけども、どういう仕組みで人がサラリーマンになっていくのかが、分かってない。
で絶対多分今の話聞いてたらもう今からでも就活して就職した方がいいよって言うと思うけど、それほんと禁句にしよう俺らの中で。俺ももう親にもね、今からでも間に合う就職先みたいな、就活ガイダンスみたいなサイト情報とか送られてきたりするけど、俺まだほんと夢諦めたくなくて、俺でもボケとか なしで俺可愛い人と付き合いたくて、付き合いたいしというかもう知り合いになりたいというか、あのインフルエンサーと繋がってるよみたいにブイブイ言わせたいというか、自分の場合はだけど、もともと持ってこなかったから普通に就職したんじゃ絶対モテないし、で俺容量悪いから絶対ヘッドヘッドなって、もう恋愛する気とかも起きないで絶対孤独死する。未来がもう見えてるから、あの本当にもう可愛い人と付き合ったりしたいから、だからまあ YouTube はやめたくないのね。今んとこ YouTube ぐらいしか思いつかないし、そのビジネスとかも思いつかないから、一回ここまでまとめると、借金は今総額55万でプラス奨学金で、 YouTube の収益は2万円で、支払いは月まあ先月は5万円で、家賃と生活費は今奨学金で借りてる、で就活してない、就職先ない、どうすればいいかさ、なんか案あったら教えてほしい、本当に。俺は今のところ、あと半年は YouTube 頑張る。で、まあそれでさ、もう食っていけるようになったら、それでいいし、無理だったら、まあフリーターやりつつ YouTube かな。今のところ。それか、今俺さ、今日の飯見てもらえればわかると思うんだけど、ダイエットしてんの。だからもうマジで痩せて、すごいかっこよくなって、一人ぐらいさ、金あって、その、一緒に住みますかみたいな。綺麗な人とか絶対いてもおかしくないと思う。そのどんな気持ち悪い YouTuber とかでもガチ恋みたいな人いるし、だから その可能性も捨てたくないから、今はちょっとダイエットしてる。一応逆に言うとそれぐらいしかできることがない今だから、ちょっともうなんか意見あったら、働けとか以外で画期的なアイディアあったら教えてほしい。たまにね、どういうメンタルなのみたいな聞かれんのね、やっぱ就職してない、 YouTube も出えへんみたいな、どういう気持ちで生きてんのみたいな言われるんだけど、意外とマジでね、なんか現実感ない。今自分が置かれてる状況を客観視できない。それは多分まだ家があって、まあ、ギリギリ食えてっていうのが原因だろうけど、なんかまだね焦ったりできないよ。ただもちろん可愛い人と出かけたいなとか思っても、相手もいない、お金もない、周りの友達とか含め大学生とかからすると、今は厳しいっちゃ厳しいかもしれないね。でもなんかそれに対してこう絶望とかはないな。別にだって YouTube やってなくても俺なんてそんなもんだしさ。だから今のところはだけど、 YouTube を始めたことによるデメリットはない。むしろなんか10分ぐらいで描いた絵が2000円で売れたりとか、まあネット上でだけどさ、多少こうチヤホヤではないけど褒められたりとかね、そういう旨味しかないから、その YouTube とか今の生活に対して絶望はないね。だあんのは未来に対する客観的な絶望と、本当にお金がやばいっていう、その二大巨頭だね。どう思いました今の ここまでの話聞いて、何かしらちょっと意見あったらマジで言ってほしいな。まあ、今日はこんなところかな。まあ明日からはね、また普通の動画になるんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあね。